こんにちは、イワナです。今回からポケモンソードシールドのストーリーを、タイプ統一縛りで攻略していこうと思います。ただ、普通に縛るだけじゃつまらないので、タイプ縛り以外にも縛りを考えてきました。オープニングを見つつ紹介していこうと思います。概要欄にも縛り内容を書いておくので、聞くのが面倒な人は書いてある時間まで飛ばしてください。それでは説明していきます。一つ目はタイプ縛りです。今回は虫タイプで攻略します。理由は純粋に辛そうだからです。二つ目は使えるポケモンについてですが、これはソードシールドが初登場のポケモンのみにします。例を挙げるとモルペコはオッケーでクカチュウはダメです。三つ目は進化系統はトータルで一匹です。ライチュウを使ってたらクカチュウは、使えないといった感じです。四つ目は戦闘中のアイテムの使用禁止です。これやるとシリーズによっては、普通にやっても程よく難しくなるので、ぜひやってみてください。おすすめはハートゴールド、ソウルシルバーです。持ち物を持たせるのはオッケーです。5つ目は過度なレベル上げの禁止です。レベルの暴力は個人的に好きではないので、基本的には相手と同じぐらいで、戦えたらと思います。それと、もしかしたら過去作のポケモンを、スケット枠として一匹使うかもしれません。ただそれは同じ相手に100回負けるみたいな、よっぽどのことがない限り使う予定はないので、特に気にしてもらわなくて大丈夫です。とりあえずこんな感じで、思いつき次第増やすかもしれません。次に今回使用できるポケモンはこうなります。この中のニッハミなんですが、出現するのが8番道路とちょっと遅めなんです。そうなると3匹しか使えないのに、大半を2匹で行かなきゃならなくなります。そうなると愛着も湧きにくいし、もっと活躍させてあげたさもあります。なので一つ目のジムをクリアしたら、他のソフトから卵を交換してきて、こっちで孵化させてパーティに加えようと思います。長くなりましたがこんな感じで行こうと思います。それではやっていきます。まずは御三家選びです。ライバルに炎タイプが行くように猿乗りを選びます。これでライバル戦の難易度を上げていきます。あれ？これじゃあ難しくならないじゃないか。そう、これは、チャンピオンの炎タイプを増やして、ラストバトルを盛り上げる作戦です。ライバルなんてサクッと倒せばいいんです。それじゃあ御三家選びも予定通り終わったので、早速一匹目を捕まえに行きましょう。そんなわけで一匹目はサッチムシです。ステータスも見ていきましょう。意地っ張りなのは気になりますが、ストーリーで厳選はしたくないので、このサッチムシでいきます。そしたらもう出番のなくなった、猿乗りをボックスに預けて、サッチムシの初陣といきましょう。頑張れサッチムシ。
それじゃあサッチムシの初陣と行きましょう。相手はホシガリスですね。なんか出花をくじかれた気がするんですが、多分気のせいですね。サクッと倒してもらいましょう。今回は初戦なので動画にしていますが、トレーナー戦は次からは飛ばしていきます。動画にするのはライバルとかジムリーダーみたいな主要なところをしていきます。ギリギリでしたが、なんとか勝てました。思わぬところで時間を使っちゃいましたが、ストーリーを進めていきます。ジムチャレンジに推薦してもらうためにホックと戦うことになったので、自慢のサッチムシを見せつけていきましょう。1対3はずるくないか。でもレベルは勝ってるからどうにかなるかも。ウールーは余裕の撃破です。これならなんとかなりそうですね。捕食者が来ました。これはやばい。強すぎる。このバトル、勝ち負けは関係ないですが、極力負けたくはないんです。これはチャンス来ましたね。舐め腐れましたが急所で突破です。サッチムシ偉い。このまま最後も倒しちゃいます。さすがに無理でした。とはいえなかなか粘ってくれました。食物連鎖の下克上したんですから、これは今後に期待が持てそうです。レドウムシに進化して、開会式をしたら、ホップ2戦目です。技が3つ増えたので、虫の抵抗ゴリ押しじゃなくなりました。
1対3なので極力ダメージは受けたくないです。なのでリフレクターを貼ってなんとか粘っていきます。急所は痛いですがダメージ抑えられてます。あとは鳴き声してくれることを祈ります。急所さらしすぎですね。4回目の挑戦です。今回の作戦はウールーは早めに倒して、ここから対面でリフレクターをすることで、ターンに余裕を持たせて戦います。この方がここ柄を倒しやすくなりました。今回はウールーを何回も倒しちゃって、その分レベルが上がっちゃってますが、次回からはレベルが上がらないように、事前にレポートをしておいて、そこまでリセットすることにします。ウールー突破です。それじゃあリフレクターを貼っていきます。編集していて思ったのですが、主人公の背番号99じゃなくて虫タイプにちなんで64の方が良かったですね。結構後悔してます。いい耐久力。念力を覚えたのでここからも戦いやすくなりました。睨みつけるは美味しくないので早く倒しちゃいましょう。結構食らっちゃいましたがなんとか突破です。こっちの方が最高にピンチなんだけど、メッソンは特攻を下げつつあとは気合で虫の知らせも発動してるので、ここからハムシの抵抗で殴り合っていきます。水鉄砲かハタフを使ってくれることに期待しましょう。スリップダメージで2連敗してるので、締め付けるだけはやめてって言ってる途中なんですけど、せめてお願いくらいさせて、締め付けるっちゃいましたね。勝たせてもらいました。めっちゃギリギリでした。4回で勝ててよかったです。3番道路に来ました。ここでヤクデを捕まえます。ここ以外だと3つ目のジムまで出現しないので、なんとかここで捕まえたいんですが、出現率 1% らしいんですよね。レドウムシだけだとかなりきついので、出るまで粘ります。
まりました。長かったです。性格は控えめですね。君たち性格交換しない？役での初陣はビート戦です。戦闘がレドウムシのままだったので、役では次のポケモンから出番です。この BGM かっこよくてかなり好きです。個人的ソードシールドの BGM ランキング2位です。他のランキングは聞けるタイミングで発表します。ちなみに5位はバトルタワーです。聞く機会なさそうなので今言っときます。ここの部分ブラック2ホワイト2の PWG の結晶の BGM のアレンジらしいですね。すごくいい BGM なのでそっちも聞いてみてください。そしたら役での出番です。やっちゃってもらいましょう。役でいいですね。このまま5チームも倒してもらいます。あとは役でに任せてゆっくり BGM を聞くことにします。完勝ですね。それじゃあ最後にリーフジムに挑戦します。レドウムシには火力を補うために達人の帯を持たせました。ということでジムリーダーの野郎戦です。作戦は1体目をレドウムシで倒して相手のダイマックスターンを稼ぎつつ2体目で壁を張って退場してもらい役でに決めてもらおうというものです。帯のおかげでいいダメージ出てます。ここは回復されないように念力で調整してから倒します。
この BGM が個人的に1位です。文句なしですね。ちなみにラスト1期の時より、通常の時の方が好きです。さあ私ラガです。特殊技読みで光の壁を張ります。セドウムシの耐久力やっぱりいいですね。でも3ターンで退場して欲しさもある。壁張るの早かったかもしれないですね。次からはギリギリに張ってみようと思います。光の壁張ったのにダメージあまり変わりませんね。とはいえレドウムシ完璧でしたね。あとは薬手に決めてもらいます。相手の技はこの派でしたね。だったらリフレクターが正解でした。ダメージ変わらないのも納得です。最後はダイバーンで決めて野郎戦勝利です。相性有利とはいえ一発で勝ててよかったです。次回はユッハミノッカをしてから続きをやっていこうと思います。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。